日本海と河北型に挟まれた砂丘の村内灘。この貧しい漁村ではアメリカ軍の試射場を永久に使用させるか否かをめぐって問題が持ち上がりました。これはこの村だけのことではないというので、石川県全体が一丸となって接収反対を叫ぶに至り、村人たちは仕事も全く手につかぬありさまとなってきました。6月13日には労働組合、全学連などのデモ隊が繰り込み、問題はさらに深刻となり、内灘だけの問題にとどまらず、全国的なアメリカ軍基地接収反対、反米平和運動の起点とさえなったのであります。こうした基地をめぐる問題は内灘を基として、さらに妙義、富士山麓と各地にも及び、東京では学生を中心とした左翼団体主催で基地反対の大会が開かれました。12月17日には妙義山演習地強制接収に伴う現地調査が行われました。この調査に対して地元民は比較的平静でしたが、接収反対を叫ぶ共産党員1名が業務執行妨害で逮捕されました。左翼系の労働者学生たちは赤旗を振って規制を上げるなど、基地問題は今後さらに波乱を予想されるに至りました。東京とか砂川町の強制測量は10月13日も強行することになり、測量班は70台のトラックに分乗した2000人の警官隊に守られて砂川町へ乗り込みました。この日の警官隊は鉄棒、乱闘服に身を固め配置に就こうとしましたが、固くスクラムを組んだ地元の農民や労働組合員、学生などおよそ2500人に行く手を阻まれ、緊張した空気が漂っています。不気味な対立の後、警官隊は一斉に実力行使に出ました。檻からの雨の中で警官隊は突撃態勢で激しく迫り、必死に抵抗を続ける地元側と泥まみれになって殴る蹴るの大乱闘となり、砂川は再び日本人同士血で血を洗う白状と化してしまいました。こうして乱闘に続く乱闘はおよそ3時間余りにわたって続けられましたが、地元側の悲しい抵抗も甲斐なく、警官隊に守られた測量班はついに測量予定地に入り、次々と杭を打ち込み、重要な部分となっている誘導路を含む2000坪の測量を終わりました。血まみれとなった人が救護班に助けられて普通な表情で引き上げて行きます。双方の負傷者は1000人に上り、砂川の必死の抵抗も強力な警官隊の前に屈してしまったのでした。しかしこうした政府の措置と警官の暴力には激しい世論が向けられ、政府もついに残る測量を打ち切ることに決定しました。この知らせに砂川町はたちまち喜びの色に包まれ、地元の人々や労働組合員、学生などおよそ2000人がスクラムを組んで、みんな喜びを抑えきれない表情です。
測量の抽出された砂川町は反照を打ち鳴らした土もささらのようになって思い出を残しています。踏み荒らされた畑では悪夢から覚めたように農民たちは芋掘りに余念がありません。しかしその胸にはあの流血騒ぎが永久に残ることでしょう。